い、ネイルドットコムです。今年もそろそろ夏ネイルが流行る頃だと思います。ということでですね、毎年夏に流行るもの、人魚の鱗ネイルだったりフルーツネイルだったり、今年はサクマドロップネイルっていうね、またこうクリア感があってポコッとした可愛らしいネイルが流行ってるんですけれども、 LINE ライブをやっている時に視聴者さんからいただきました。フルーツネイルとかやるためにこう適している硬さのあるジェルって何なのっていうお話をいただきましたので、そちら硬さのあるジェルとは何なのかっていうのをですね、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。このために私はコツコツと準備をしてまいりました。こちら、フルーツネイルのようなね、こうピンクグレープフルーツみたいなカラーのものを、5本用意しました。私がなんとなく硬さがありそうだなって思っているジェル、5種類集めましたので、どれが一番適しているのか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、それではですね、今日使っていくジェル紹介していきたいと思います。まずはこちらですね、こちらプリジェルさんが出しているダイヤモンドビルダーです。これはね、ジェルスカルプの中でもかなり強度の高いものになっていて、粘度ももちろんかなり高いものになっております。こちらですね、こちらクリストリオさんが出しているジェラッカーのビルダークリアっていうね、ハードタイプのジェルになっております。こんな感じのちょっと青みがかってる感じのものですね。そんなに硬くないかなとは思うんですけど、まあハードなのでちょっとハード代表としてこちらに出ていただきたいと思います。こちらグレースジェルさんが出しているスカルプチャージェルです。これは私がよく厚みを出したりとか、こう強度もプラスされるしツヤもとてもいいということで、かなり動画内でも多く紹介をさせていただいているジェルになっております。ウィズノエルさんのシャイントップですね。すごく一般的なこうトップジェルぐらいの粘度なのかなっていう風にね感じております。ネイルココさんが新しく出しました18種類のクリアジェルの4番ワイプトップジェルというものになっております。粘度がそこまで高いわけじゃないんですけれども、これでできたら割とこうなんか結構いろいろなことでできるようになるんじゃないのかなということで、私の中では気になっている一品ということで今回使わせていただきたいと思います。ではですね、まず今現状この状態になっています。使うものはですね、今日はこちら使用します、ネイル工房さんのラインの 7mm ですね。こちらを使って、全てのジェル乗せていきたいと思います。まずはちょっと全体にトップジェルをワンコート塗っていきます。こちらオラックさんのノンワイプトップですね、こちらを塗っていきます。ライトに入れて仮硬化みたいにね、ちょっと表面にベタつきが残るぐらいで硬化をやめておきます。まずはね、こちらのダイヤモンドビルダーですね。これはね、マジでめちゃめちゃ硬さがしっかりとあるものになっているので、もう本当にね、何も気にせず怖いことはないっていうぐらいね、めちゃめちゃ硬いです。もうね、ここの中の今取ったところ、こう戻るまでの時間見ていただけると分かると思うんですけど、めちゃめちゃ硬いですこのジェルは。で、このジェルを乗せていきます。このジェルは逆にセルフレベリングがそんなにっていうかほぼないに等しくて、置いたところにそのまんまね、ジェルがとどまってくれる感じになっています。一度塗り目で高さ見ていただくとこんな感じになっております。正面から見てもらうとこんな感じですね。ここだけ一本ぷっくりっていうのがわかると思います。今ね、全く硬化してない状態なんですけれども、全く動くことなく、めちゃめちゃね、こうつるっとずっとそこに留まってくれている感じで止まっております。で、だいたい1本やったら、10秒ぐらいライトに入れて硬化をして、で次の箇所をやっていきます。結構ね、ダイヤモンドビルダーは本当に硬くて素晴らしいので、こう1箇所やって、こう間にね1箇所硬化してる箇所さえ挟んでいれば、反対側行ってで、こうやってる間も垂れることなくね、その場所で留まってくれるので、まあ時間短縮とかを考えると、そこの部分はすごくいい点なのではないのかなっていうふうにね思います。で、全体を塗り終わったらライトに入れて硬化します。はい、ダイヤモンドビルダーで作ったものこんな感じになっております。見てもらえるとね、かなり高さが本当に自由自在に出せるんだなっていうのがね、分かってもらえると思います。次はこちらスカルプチャージェルですね。
このねスカルプチャージェルもかなり高さは出しやすいジェルになっています。こうセルフレベリングがあるので、こう素早くここの部分にのせてライトに入れて硬化をしてあげないと、ダラーンとちょっと広がってっちゃってかっこ悪い感じになっちゃいます。はい、1回目こんな感じですね。もう結構ねすぐライトに入れて一度硬化をしました。厚み的にはこんな感じですね。わかるかな。もうこのぐらいの柔らかさのジェルになってくると2本まとめてっていうのもなかなか難しいので、1本ずつ仮硬化をしながらこう進んでいく感じになります。はい、スカルプチャージェルで作ったものこんな感じになっております。厚みがこんな感じ、こんな感じですね。次はクリストリオさんのジェラッカーですね。結構サラサラしてますね。ジェルの動きでだいたいわかると思うんですけども、結構塗りやすい薄付きのトップジェルみたいな感じのサラサラ感があります。結構形を取るのに使える時間がなんか限られてるっていう感じがしますね。なんかもうさちょっとね、あまりにもちょっと高さが足りないところ、こうぷっくり感がね足りないところちょっと足します。はい、ビルダークリアで作ったものこんな感じになっております。正直ビルダークリアは高さ出すのちょっと難しかったですね。この間がねちょっとここがつながっちゃってたりとかする部分もあったりとか、こうちょっと難しかったですね。次はこちらですね、ウィズノエルさんのトップジェルです。1本ずつ硬化をしなきゃいけないけれども厚みはしっかり出ますね。やっぱりスカルプチャージェルとこのウィズノエルさんのシャイントップはどちらもそんなに違いはないですね。これがでも一番ちょうどいい扱いやすさなんじゃないのかな。シャイントップで作ったものこんな感じになっております。最後はこちらの初めましてなネイル工房さんのジェル出して使っていきたいと思います。あ、まあ、でもあ、まあ、柔らかいか。あ、待って、めちゃめちゃ柔らかい、めちゃめちゃ柔らかいじゃん。待って、めちゃめちゃ柔らかいぞ。高さが全然出せないぞ。ネイル工房さんのトップで作ったものこんな感じになっております。今からですね、私が今回使用した5種類の、トップジェルですね、これをランク付けしていきたいと思います。第5位、こちらネイル工房さんのトップジェルです。こちらのネイル工房さんのトップジェルなんですけれども、ちなみにツヤはめちゃめちゃいいです。輝きはめちゃめちゃいいんですけれども、柔らかくてやっぱりこうフルーツネイルとかそういうぷっくりとしたアート向きではないのかなっていう感じがしました。ちなみにね、これ4番のトップジェルなんですけれども、5番のジャータイプのトップジェルだと星がこれの倍なので、多分ね5番タイプ、フルーツネイルやったりとかするときには使った方がいいのかなというふうに思います。第4位、こちらビルダークリアですね。このビルダークリアなんですけれども、まあね、ツヤがいいのはもちろんなんですけど、ハードジェルとしてちょっとねあまりにもなんかこうボコボコ感が足りないし、こうすごくセルフレベリングがあるので広がりが早いしっていう風にね私は感じました。なのでフルーツネイル向きではないなという風に思います。こちらのね2種類のトップジェルに関しましては、少し小さめのストーンだったりっていうのを埋めるのには適していると思いますが、V カットストーンだったりちょっとそういう大きめのものをカバーしたりだとか、こういうフルーツネイルをやるために少し厚みを出したりだとかしたい方には少し向かないジェルだという風に感じました。ちょっとね2位は同率なんですけれども、ウィズノエルさんのシャイントップとグレースさんのスカルプチャージェル、扱いやすさとかそういうのもあまり変わらないのかなっていうような印象を受けているジェルになっております。なのでもうこれに関しては同率ですね。
で、トップジェルとしても使えるし、これねフルーツネイルなんかで少しポッコリさせたりっていうこともできるっていう部分で考えると、一番多分本日使わせていただいたジェルの中では万能なジェルなんじゃないのかなというふうに思います。結構ね温めてあげるとサラサラになって、寒くなると硬くなるっていうのがジェルの性質上なので、今ね夏場っていうこともあって結構ねかなりこうさらってしやすいんですけれども、それでもまあ使いやすいジェルだなっていう風に感じております。続きまして最後のもう第1話こちらですね、プリジェルさんのダイヤモンドビルダーで作ったものになっております。これが本当に一番いい、クリア感があって硬さがすごくあるものになっているので、すごくこういうフルーツネイルなんかをやるときには適しているなっていう風にね思っております。ただ高いんよ。大きさが 4g とかっていうサイズがないので、それを考えるとちょっと高いなというふうにね思っているので、どちらかでやってあげたらいいのかなっていうふうにね思います。本日ですね使用させていただきました商品すべて概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。